はい、皆さんこんにちは。エンパスなチャンネルのエンパスゆうすけです。今回は早速タイトルを読ませていただきます。スターピープルスターシードの物理的身体的特徴をお届けしたいと思います。まあね、他の、チャンネル、他のチャンネルじゃない、他の動画で、スターピープル診断とかねやったと思うんですが、今回はスターピープルスターシードの物理的身体的特徴というのをねまとめているものがありましたので、それをぜひね読ませていただくので、それをぜひ皆様へシェアしたいと思います。ということで早速なんですが、記事の内容をお伝えいたします。で、今回なんですけど、まあこの内容に沿ってお伝えするんですが、まず1が、特徴、全体的な特徴をお伝えしていきたいと思います。次が2、身体的特徴をお届けします。次に3番なんですが、これが多分エンパスなチャンネルでは初めて取り上げるんじゃないかなと思うんですが、夜に関する特徴。夜に関する特徴ってあんまり自分も、意識はないんですが、夜に関する特徴ということで、それが第3番目で、最後4番目なんですけど、自然に関する特徴ということで、4つの項目立てでお伝えしたいと思います。で、もうまず特徴を読ませていただきたいと思います。特徴なんですが、スターピープルスターシードは食べ過ぎないし、生涯を通してスリムなままが多い。しかしそれは全ての人に当てはまるわけではありません。またスターピープルスターシードは自分自身を認識するのに時間がかかるので、食べ過ぎて太ってしまうかもしれません、ということです。もうね、これね、でも特徴なんですけど、スリムっていうのがどれだけ地球でね、定義されてるかって、多分周りの意識とか自分が置かれてる状況において多分違うと思うので、一概にスリムっていうのがあれなんですけど、簡単に言えば本当に体を壊してしまうほどの肥満とか、そういう方は少ないんじゃないかという認識でいいかと思います。ちょっとねお腹がポヨンと出てるとか、多分そういうことではないとは自分も思っております。っていうのは動画見てる方わかると思うんですけど、このエンパスなチャンネル動画を公開した時と比べて、自分もちょっとサイズアップしてるんですね。それをあるから、スリムっていうのがどうかなっていうのがあるので、そこはちょっと一概には言えないのでっていうことにさせていただきます。でも大体自分をねこうコントロールできる人が多いんじゃないかななんていうのは思います。で、これがね1の特徴でした。で、次に身体的な特徴をお伝えしていきたいと思います。これはですね、内容的には箇条書きになってるんですけど、箇条書きを読みつつまた補足させていただきたいと思います。身体的特徴なんですけど、まず体がね思った以上に体の無理、融通が効く、これなんですけど、本当によくありがちなんですけど、そう思うってもう体の無理とか融通が効いてしまうので、本当無理する方が多い。それで本当に体調崩しちゃったりとか、地球でね、これいけると思ってたらいけないっていう方とかあると思うので、ぜひねこう書いたんですけど、もうそれをね知った方は本当に無理にしないで、なるべく休み休み地球で過ごしてほしいと思います。次、痛みに対して高い耐性能力も持っています。もうね、なんか痛みっていう感覚が意外になかったりとか、これ、いつもが痛いやみたいになってことがあるのがスターピープルスターシードに多いと思うんですけど、
これもですね、痛かったらね、痛み感じたり、なんか体がサイン血が出てるとか、体がそういうサインしたら、ぜひぜひ本当に第一に体を優先してください。で本当にそれをね、怠る人がちょっと多いかなと思って、私は今心配しております。ちょっと早口ですいません。で次が、気温の変化にとても敏感である。まあ、これ何かというと、暑さや寒さが苦手だったりするということです。本当にね、気温の変化結構ね、地球が地球大好きだったりとか、地球が初めてだったり、もう地球の感覚とか宇宙の感覚を持ってるから、地球のこの変化に関しては結構敏感なんですよね。特に自分もなんですけど、やっぱりね、もう気配とか感じたり、秋の気配を感じるとか、今撮ってるのが秋なんですけど、秋の気配を感じるとか、春の気配を感じるとかね、そういうのも結構ね、そのスターピープル、スターシーの方って結構あると思いますし、ほんと極端に暑さが苦手だったりとか、寒さが苦手な方も多いんじゃないかなと思います。余談ですが、私は寒さが苦手です。寒いの嫌だよね。ということで、次、太陽の光を浴びるのが好きで、人工的な明るい光は少々苦手です。もうね、これもそうなんですよね。なんか自分も夏とかの日光、夏の日光とか夏の日差しとかが好きで、結構日を浴びたくなってしまうんですよね。だからちょっとこう、人間の体はあれなので、無理融通が効いちゃうと思うので、あら、いつまいか体にシミがみたいなことが起きちゃうんですけど、余談さておき、多分ね、光を浴びる方が好きだと思います。外に出る方が好きなんじゃないかな、なんて自分も思います。で次、どんな病気になっても比較的回復は早い。これもですね、なんていうんだろうな、なんかすごく免疫力が高いっていうか、まあそういうこともあると思うんで、どんな病気になったりしても、まあ長引く病気っていうのは、その過程を知るために長いっていう理由があると思うので、比較的疲れとか簡単な病気とかっていうのは、比較的本当多分回復は早いんじゃないかな、なんて思います。次、高いね、免疫力を持っており、他の人がかかる病気もかかりづらい。これはね、リアルタイムな内容ですよね。今の時期にちょうど分かる方も多いんじゃないかな、なんて思います。まあ、比較的高い免疫力を持っていると思っていただければいいんじゃないかな、なんて思います。次、丈夫な肉体を持っており、内なる強さも持ち合わせている。これはですね、何を言ってるかというと、多分なんですけど、丈夫な肉体を持っている、まずさっきから言ってる免疫力が強いとか、どんな病気になっても比較的回復は早いとかで、内なる強さっていうのは、それをちゃんと正しい方向にまあ使えるっていうか、自分の思ってる正しい方向に使えるっていうことの内なる強さと思っていただければいいんじゃないかな、なんて思います。次、知らないうちに体にあざができている、原因も不明なことが多い。これね、わかるんですよ。自分も結構知らない間にあざができてたりとか、結構すごくね、あざができやすい体質って、あれいつの間にってことが結構多いんですけど、まあ、それはもうね、ああそうなんだぐらいな感じでほっときましょうということで、それはね、もういいと思って、自分はそう思って過ごしております。次、見た目や体型に関係なく丈夫な体を持っていることが多い。これ何度も同じようなこと言ってる感じになるんですけど、もう見た目とか体型とか、この人ちょっと弱そうじゃんとか、見た目からは想像できないほど丈夫だったりするっていうことをお伝えしております。で、今回この体の身体的特徴の最後、エネルギーシフトが原因で体の痛みや極度の疲労を感じることもある。これはですね、本当に多分分かりやすいと思うのが、この、まあ、今ちょうど撮ってるのが9月だったんですけど、この10月にアップされると思うんですが、10月11月にアップされると思うんですけど、9月の段階で結構エネルギーがごちゃごちゃしてたりとかするときに、エネルギーシフトが起こったときに、結構ね、体の痛みだったり急に疲労感とか
感じるスターピープル、スターシーナの方は多いんじゃないかななんて思います。ということで今回体のね身体的な特徴をお伝えしました。で次これが第3番目ですね。特徴、夜に関する特徴となります。だからスターこの動画でもね上げたことがない夜に関する特徴っていうのも自分もあんまり言ってなかったので、なんかまあ久々に取り上げて、あこんなことなんだっていうのを皆さんにもシェアさせていただきたいと思います。で夜に関する特徴なんですけど、夜になると気持ちがワクワクしてしまって外に出たくなる。あこれはですね、自分もちょっと小さい頃の話とかをさせていただくと、クリスマスの夜とかクリスマスイブの夜とかって結構ワクワクしたりとか、サンタさんいるんじゃないかなとか、サンタさん来てくれないかなっていうのもあったりとか、そうじゃなくても本当に夜が何か起こるんじゃないかなとか、いろんなことが起こるんじゃないかなということでワクワクして、もうね子供の時でもちょっと月を見に行ったりとかしたんじゃないかなって、そういう方も多いんじゃないかななんて思います。まあもちろんね肉体が大人になったとしてもそういう気持ちを持ってついワクワクして外に出てしまう方多いんじゃないかななんて思います。で次なんですけど、夜空を見上げることも多く、星が出ているとついつい見入ってしまい時間を忘れてしまう。そうなんですよ、これね本当ふと夜空を見上げることができるっていうのが大体スターピープル、スターシードの人が多くて、星が出てるとね、あ綺麗な星だなって以上にいろんなことをこう思い浮かべてこう見ちゃうんですよね。本当にそれは自分も体験していて、結構星とかで言ってあれいつの間にかこんな時間経ってるっていうことがあります。で次、夜の星が、夜の空がですね星でいっぱいになった時に清らかな気持ちにもなるんですけど、同時に孤独感も感じてしまうということです。そうなんですよね、なんかすごく夜を感じるとすごい清らかな気持ちになって、こう夜空を見ていてもふと思うと、はあなんか一人だなとか、地球で一人だなって思うことが多い人も多いんじゃないかななんて思います。でこれはですね、起きてる方限定だと思うんですけど、夜中の3時ぐらいになってしまうとざわざわすることがあるということですね。なんか夜中の3時っていうのは、まあ地球でこの暮らしている人たちの夜中という認識でいいと思います。だから見ている人が日本であれば日本の夜中の3時、アメリカであればアメリカの夜中の3時、イギリスであればイギリスの夜中の3時、まあそういった感じでね、ご自身の住んでるところの地球のそのリズムっていうので夜中の3時にざわざわすることがあるということを伝えています。で次に最後、夜に関する特徴の最後なんですけど、比較的夜更かしをしてしまう。夜は安らぐ時間であるからだ。だからね、夜型の人が多いんじゃないかなと、やっぱスターピープル、スターシードは夜型の方も多いように感じます。ということで今回次ですね、第3番目の夜に関する特徴をお伝えしました。で次に自然に関する特徴をお伝えします。これ自然に関する特徴なんですけど、家に観葉植物を置いてあることが多く、面倒をよく見る。まあこれ本当に私が分かりやすいと思うんですけど、ここ観葉植物だらけです。実はカーテン開けるといたりとか、一緒にね動画にも出てたりとかしたと思うんですけど、まあ、家っていうかここはあのサロンなんですけど、ここも結構植物が多いです。住んでるところも多いですっていうことです。で次、植物に話しかけることもしばしば、植物の声が聞こえるとのこと。
そうなんですよね。これね、本当に大体ね、こう皆さんこれあるあるだと思うんで、もうこれはもうなんか説明する必要もないと思うんですけど、木に触れたりしてすごく話を聞く人もいたりとか、おそばに行くだけで声が聞こえるとか、木が話しかけてくれてるねとか、木の感情とか植物の感情ですね、それをいただけるとか、そういうねことができる人が多いと思います。で、次、自然をこよなく愛している、植物や動物への愛も含みます。もうほんとね、もうこれは他の動画でも言ったと思うんですけど、植物とか動物愛護とか、そういうことをすごく意識するスターピープルスターシーで多いんじゃないかなと思います。まあだから自分の知ってる人の中ですごく保護活動とかされてる人がいたりとか、もう植物もすごくもう職業にされてる方もいたりとか、そういう感じが結構あります。で、次、騒音や音に敏感、まあ他の人よりも優れた聴力を持つこともあるということで、もう結構騒音だったりとか、すごい音に敏感だったりするんですよね。だから自分もこう今録画こう撮影してる割に、結構ねこの部屋も音がするんで消せばよかったものの、あ、今気づいたみたいな、こう思った、騒音や音に敏感ということで、あ、いや、それはそうだと思って、結構本当に一人で集中してる時とか、こうここで何かしようとした時に音がすごいするので、それをね止めたりとかいろいろしたりしていました。で、最後、自然に関する特徴なんですけど、木がとても気になって触ってしまうことがよくある。僕はさっき伝えちゃいましたね。もうそれって何をしてるかというと、植物からパワーももらえたりすることもありますし、声を聞いたりとか、そういうことされる方もいるんじゃないかななんて思います。ということで、今回なんですけど、スターピープル、スターシードの特徴ですね。スターピープル、スターシードの物理的、身体的特徴をお届けいたしました。まあね、ちょっとこの動画結構こう箇条書きになってるところを自分が補足しながら喋ったので、ちょっと分かりづらい部分もあったかもしれないんですが、ぜひ参考にしていただければと思います。で、概要欄にね URL も書いてあるので、そこを見ていただければ文章でも見れると思います。スターピープル、スターシードの物理的、身体的特徴、今回ですね4つの特徴をそれぞれ分けてお伝えしております。まあ復習がてらすべて読むと、まあ、特徴、身体的な特徴、夜に関する特徴、自然に関する特徴をお届けいたしました。で、最後になりますが、この動画がいいねと思ってくださった方、いいねボタン、あとはチャンネル登録も引き続きよろしくお願いいたします。では、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。エンパスなチャンネルのゆうすけでした。またねー。